それ！かかった！これは期待できそうだ。まずまずだな。それ！かかった！これは期待できそうだ。やった！大物だ！
せい、いつでも行ける。でかいな。そこだ。手強いぞ。気をつけろ。崩れたな。リン、決めるぜ。任せてくれ。はっ。さて、敵ユニットの警備。行くぞ。うなれ。うおー。ラセンゲ。崩れた。キアリ出せ。行きます。ブリューナ。ガー。チャンス。反撃します。今です。続けていくよ。さてと、えい、俺の番だな。うなれ。うおー、ラセンゲ。崩れた。キアリ出せ。ダメ。さてと、ブリューナ。そこです。続けていくよ。俺の番だな。食らいやがれ。いける。注意しないとな。そう、気をつけた方がいいかも。お宝発見。
第四層国を無事に乗り越えましたか？皇太子は未熟だけど、この幻想要塞の力を得ていた。64くらいで彼の勝利かなとも思ってたんだけどね。シャーリーさんの性格だと手は抜いていないでしょうし、まあこちらとしては表の落書きが無駄にならなくて何よりですわ。あなたたちは悪趣味すぎるだろう。どうやら誤演は外しているみたいだな。この要塞にいる気配はするから、どこかで待ち受けているんだろうが。聞いていた通り、牽制並みの気配察知ですわね。それとも逃げに選ばれた身での感応能力でもあるのかしら。彼は彼で別の目的と狙いがあるみたいだからね。オルキスタワーで随分とその気になっていたみたいだし、まあ僕たちはほどほどで道を譲るから確かめてみるといいんじゃない。その前に総督殿との総国に下されちゃいそうな気もするけど。抜かすがいい。要するに俺たちと本気でやり合うつもりはないわけだ。あくまで七の総国のための陶器を要塞に満たす手伝いだけということか。ええ、錬金術師の意見としては黄昏に総国はよくできている。私が追い求めるアルスマグナの絶好の参考になってくれるでしょう。そういう意味でも存分にあがいてもらいたいですわね。なんてリーグさん。同じ使徒でありながら聖女と何たる志の違いか。あら失礼。私も見取りたかったのだけど、短い付き合いなので遠慮したんです。マクバーンさんが立ち会わなかったのはちょっと意外でしたけど。多分あの二人は前もって別れを交わしてたんじゃないかな。帝国外で動いてるメンバーもさぞ立ち会いたかっただろうけど、まあこれも巡り合わせだよね。マリアベルさん、それに道化師、今更かもしれないけど減塩計画はどうしたんですか。あら、へえ、ここでそれを聞くかい。支援家ファンのお嬢さん。まあロイド先輩たちも2年前に関わっていた話だし、というかそもそも結社って突っ込みたいところだらけなのよ。あんたはとにかく腹が立つけど、ただ残忍ってだけでもない。それでいて10年以上前から姿形が変わってないんでしょ。へえ、まさか私たちと同じホムンクルス。それにしちゃ悪い意味で感情が豊かすぎる気がするけどな。かといって俺や聖女たちと同じ不死者って気配でもね。マリアベルさんはクロスベル出身として許せないのは置いておいて、それだけ自己中な性格してるのに面主って人には忠誠を誓っている。それはビータもそうね。ええ、250年も生きた聖女リアンヌでさえも。かと思えば執行者の行動は自由、実際に抜けても追うこともせず好き勝手にさせている。はっきり言って普通の組織じゃ絶対にありえないルールでしょ。それはギルドにとっても前々からの大きな疑問だった。実際聖女も消えてシャロンも完全に抜けたわけだし。ヨシュア2連亡くなった検定怪盗 B にもう一人も離れていると聞く。クロチルダさんのことも考えると決して見過ごせない戦力ダウンだろう。それでそこまでのナメプってのはムカつくというより理解不能だよな。なんつうかチームっつうよりダメだ、なんて表現したらいいか。
霊神の計画を遂行する組織ではあるのでしょうけど、同時に使徒や執行者たちも対象に何らかの実験をしているような。あ、それだって横取りすんじゃねえ。そこまで一気に行くかい。いや、これもある意味必然なのか。ええ、リベールとクロスベルの流れが帝国に統合されてここに至っている。ロイドさんたちや復員計画の情報も合わせての気づきなのでしょう。それを導くきっかけがまさかあなただとは思わなかったけど、教官である灰色の騎士さんの教えの賜物でもあるのかしら。いや、俺も正直驚いているくらいでね。諦めずに前に進もうとする力強さに、帝国とクロスベル双方の視点、それと教官の勘の目の薫陶と彼女自身の成長の証でしょうね。リーンが新旧7組の重心であったように、ユナはむしろ7組とそれ以外を含めた重心なのかもしれないな。そんな風に言われるとさすがに面早いんですけど、でも少しでも多くの情報を引き出したいと思ったんですよね。どうせこの人たち邪魔するだけ邪魔したらとっとといなくなるつもりみたいですし、だったらこの一戦、明日を信じるみんなのために戦いたいと思うんです。黄昏の先に結社がどう動くのか、いずれそれと向き合うであろう。全ての人たちの備えとするためにも。ユーナさん、よくぞ言ったわ。ああ、何よりの決意表明だ。嬉しくなってしまいますわね、ユーナ・クロフォードさん。私が捨てたクロスベルの血にまだこんな人材が隠れていたなんて。そしてそれを育んだトールズの7組という器、それに惜しみない敬意を表して本気で行かせてもらおうかな。やがったか。手加減するまでもなく総力戦になりそうね。それじゃあ始めるとしようか。僕たちにとっては消化試合、高みの見物がてらの果たし合いをね。君たちは全員にこだわってるけど、ここらで間引いても面白そうだし。力の限りあがいて楽しませてくれたらおひねりを弾みましょう。結社についてさらなる情報、名手から許されたギリギリまでも。だから皆さん、とびっきりのいい声で泣いてもらいますわよ。Sすぎるだろう。上等、もろもろ含めて受けて立ちます。7組総員、迎撃準備。魔導と下法に惑わされるな。俺たちの全力と託された思い、合わせてぶつけるぞ。ああ、共に楽しみましょう、競争と享楽のカルナバルを。君たちも全力で盛り上げておくれよ。俺の番だな。うなる、うおー、ラセンゲリマだ。いただき、僕の番だね。敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。これはどうかな。フリーズジェイル、はい、おいでなさい我が働きたち。さてと、敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。参る。
うなる、うおー、螺旋撃、もっと崩れた、いただき盛り上がってきたじゃないか、ゾロ行くわよ、私の番です。ブリューナク起動、照射、今です、続けていくよ、うん、きらめけノワールクリスタル、さてと、敵ユニットの傾向を解析、うん、掴めた、ゾル道化師の本気見せてあげるよ、さてと、アークス駆動、俺の番だな、うなる、うおー、螺旋撃、ちょっと崩れた、いただき、うおー、いきます、ブリューナク起動、照射、今です。続けていくよ。力を貸してちょうだい。アリス、シャル、カヌン、さあ、お行きなさい。さてと、届け、癒しの歌。私の番ね、やぁー、フラネスハート、いきます、ブリューナク起動、照射、やりますやるじゃない、俺の番だな、うおー、マイル、逃がせろ、ボルカニックハント、マイル、うなる、うおー、螺旋撃、今だ、いただき、ゾクゾクさせてくれますわね、さてと、やっ、チャンス、攻撃します、私の番です、ブリューナク起動、照射、今です、続けていくよ、根源の力集まってくださいね、私の番ね、ああ、まあ、崩れた、俺の番だな、うなる、うおー、螺旋撃、崩れた、いただき、うん、はあ、私の番です、アークス駆動、やっ、
見せてあげましょう。来てちょうだい。一緒に遊びましょう。投げ出せろ、ボルカニックハンド。うん。アーク駆動。マイル。うなる。うわあ。ラスイン。なかなかですわね。負けられない。みんなのためにも。よし、掴んだ。よし、やっと各種ステータス。やったわ。まだまだこれ。見たかよ。正直想定外でしたわね。ああ、子供たちからコピーした裏技まで使ったのにな。逃がしません。私も乗せて。さすがにロイドさんたちほど甘くはないみたいですわね。ひょっとして僕たちを捕まえるつもりだったりする？いや、拘束しきれる自信もないし、とっとと言ってくれと言いたいところだ。そなたたちのようなものを切っても名誉にはならぬだろうしな。でもせめて払ってもらう。追加情報という名のチップを。減塩計画はどうなったの？それだけでも答えなさい。減塩計画は続いているよ。もうすぐ終わりそうだけどね。ナナの総国が果たされた時、その目的は自動的に達せられる。ビータも目的がどう変わったのか把握してないみたいだけど。あの人が目指していたのは疑似的な総国による解除ですから。変更された計画の目的は大いなる一の再連戦を見届けること。それが成功するか失敗するか、どちらに転んでも構わないということです。どういうことだ？あくまで目的は二つの手法。それを手に入れるのが狙いではない。鬼神たちに分けられた手法の力を一度元に戻すこと自体が目的。それが再び錬成されて融合しようが元に戻ろうが構わないというのか？うん。そして幻の手法同様、仮にそれらが消滅したとしても構わない。七つの手法がこの可能世界において人の手でいかなる結末を迎えるのか、それを導き見届けること自体に名手の計画の意味はあるのさ。可能世界。さらっととんでもねえ言葉が飛び出してきやがったな。オーブメントを発明したシー・エプスタインならいざ知らず、枷に囚われた普通の人間にすぐに理解するのは難しいでしょう。ですからせいぜい目の前の総国に集中することですもん。ちなみにルーファス卿はこの最上階であなた方を待っています。工房長殿も同席していますから、くれぐれも気をつけるといいでしょう。姿勢の王様まで。
新規アルファ。見かけないと思ったら要塞に潜ませていたのか。正直強かったよ君たち。想定よりも数段上のレベルでね。君たち相手ならマクバーンも長年の目的を果たせるかもしれないな。何の義理もないだろうけど、よければ付き合ってあげておくれよ。そしてこの物語の結末がどうなろうと、結社は計画を次に進める。名士が我々とこの世界に課したオルフェウス最終計画の第三段階にひょっとしたら異国の地にて会える人がいるかもしれませんね。そうそう、ユーナさん、エリーたちに伝えてくださいね。またいつか。それとクロスベルの再独立、心より応援していると。Thank you.
裏早手、はあ、崩れた。いただき、私の番です。サーチモード起動、解析完了です。僕の番だね。と私の番ね。あります。私の番です。ブリューナク、よし、これで大丈夫だ。これは高魔城の時みたいな螺旋回廊だね。ええ、あるいは聖杯の時みたいな。ならば問題ない、このまま上り詰めるのみだ。私の番です。サーチも僕の番だね。えい、開始だ。今です。続けていくよ。させるか。開始だ。俺の番だな。うなれ、うおー、螺旋撃。さてと、えい、チャンス、追撃します。さてと、うわ、今です。続けていくよ。俺の番だな。よし、俺の番だな。食らいやがれ。そこだ、やり参る。投げ出せろ、ボルカニックハント。俺の番だな。うなれ、うおー、螺旋撃。崩れた。気合いだぜ。バッチリ決まったな、リン。ああ、クロウのおかげでな。よし、掴んだ。各種ステータス。Thank you.
キーナ、気をつけて当たろう。セーフ、セーフ。いつでも行ける。やばいのがいるな。気をつけろ。だか、想定よりも早いとは。ええ、来ました兄上。どうやら結社の二人がもう少し粘ると思ったみたいね。ああ、灰の起動者については総国に必要だからともかく、それ以外の面々については正直どうでもいい存在だからね。その意味では青も同様。終末の剣は必要だが、多少間引くように伝えたのに新規も使わぬとは甘すぎるだろう。あなたは言ってくれるじゃねえか。相変わらずすがすがしいほどの下道ぶりだな。結社には結社の、我らには我らの流儀があるだろう。ましてや帝国人ですらない彼らに多くを望むのも無理があるのでは。ええ、そうですね。
根本的には観測者に過ぎぬ組織。これ以上の協力も必要ないでしょう。また気になること。その戦技については今は置いておくとして、聖女の鬼神から奪った翼、完全に金と同化してる。本来なら総国を制した灰に移るはずの力ですね。兄上、いや鉄血の騎士ルーファス・アルバレア、もはや兄弟としての愛想も尽きた。互いをかけた勝負に割り込み、浅ましくも力をかすめ取るとは。そういえば高魔城でクリアノスを切った時もそうね。貴族中の貴族にしちゃ随分とえげつないじゃねえか。不義の生まれとはいえ、しかと貴族の血は引いているのだが、冗談はさておき、作戦の総仕上げと鉄血の騎士としての準備が重なってね、さすがに忙しすぎたので効率を重視させてもらったのだよ。君たちもミリアム君を取り戻して何よりだ。あくまで思念体だけだが。あなたって人は。まあまあ本当のことなんだし、ルーファスも久しぶりだね。ああ、あの日のことは私にとっても予想外ではあった。同じ子供たちだった身、こうして再びまみえて何よりだ。まあさすがにクレア君やレクター君ほどの感慨はないがね。お互いそんなに付き合いはなかったもんね。ミリアム、さすがに能天気すぎるかと。挨拶はそれくらいにして準備を始めるとしようか。本来であれば黄昏が佳境に入る明日以降が理想ではあるのだが、ここで君たちがルーファス卿に下されればタイミングも計りやすい。終末の剣も手に入り、最高の形で最終総国を迎えられるというものだ。勝手な決めつけを。まるでルーファスさんの勝利を確信しているみたいだな。いや、それ以上に金の勝利への確信なのか。ほう。確かに銀と同じくらい底知れない鬼神だけど。同格に見えて鬼神にも格というものがある。この800年、歴史の陰で彼らは人知れず死闘を繰り返した。全ては総国の予行演習として。偉大なる黒を除いてだがね。ちなみに鬼神は破壊されようと時間が経てば自己再生するが、敗れた起動者は大抵の場合不完全なノスフェラトゥの末路をたどった。君たちがトールズ地下の試しで見た無数の巨大な剣、あれはそうして敗れた鬼神と起動者たちの墓標の光景でもあるのだ。ということでしたか。まさかあの光景にそんな意味があったとは。そうして繰り返された死闘において最も勝率が高かったのは2機。黒に次ぐ力を示したのが金と銀だったのだよ。永遠の輝きを示す金と消えた聖獣の特徴を継ぐ銀。まあそれに続くとしたら魔王の素体にもなった赤、青、紫、灰は残念ながら横並びくらいと言えるだろう。勝手な格付けを。さすがにちっとムカつくが、それだけのオーラを感じさせる鬼神なのは確かだな。そして同格の銀の力を奪った状態でもあるのか。
その通り。ただでさえ灰は青を不完全な形で下してしまっている。その状態では取り込んだ紫や赤の力も生かしきれないだろう。はあ、皇太子の赤には最初から何の期待もしていなかった。むしろ灰が取り込んでくれて手間が省けたと言えるだろう。好き勝手言ってるね。でも、ああ、何も分かっちゃいねえな。僕たち7組は幾度となく大きな流れに巻き込まれた。内戦の時も、黒き聖杯の時も、どちらも大切な人を失い、残されたものは深く傷つきました。それでも立ち上がったんです。届かない強者に挑み、時に実力者に助けられることもあった。それでも自分たちの足で確実に前へ。今はその背中を私たちが追いかけていますね。いや、そなたらはすでに我らと共に歩んでいるだろう。それが私たち。ううん、あなたとは違う人間の力よ。技術だけじゃ人の心が伴わなければ何も生まれない。黄昏の果てにある黒の攻防が主導する新世界、そこに心がなかったらそれに何の意味があるの。本来僕たちホムンクルスは感情を持つことは想定されてなかった。でも攻防長の思惑を超えて僕もアーちゃんも人らしくなれた。はい、似た境遇であるキーヤさんも、それが示すことは一つだと思います。ああ、人は人と関わって意味を見出し、意味が絆を、世界を形作っていく。大いなる一の再連生の果てに、黒が絶対者となるだけの世界、そこにある人が知性と同じく何かに隷属するだけの存在でしかないのなら、あがきながらも共に助け合うことで前に進む意味を見出せないとしたら、果たしてそれは生きていると言えるのか。ざれ言。それについては同感だ。これでも人並み以上に苦悩し、あがき続けた自信はあるからね。そして私もまた何かに従属するつもりはない。黒はもちろん、オズボーン閣下にも、あくまで父に挑まんとする息子のつもりだからな。聖剣イシュナード。アルバレアの使徒たちが不死の王を倒した兄弟剣。ユーシス、あれも兄弟剣の一つか。聖剣エルバース。アルノーが届けていたか。まさに総国前の前哨戦としてはふさわしいだろう。兄弟の決着はともかく、そろそろ始めるとしようか。ゾアバロール、確かプロトタイプだっけ。ええ、エステルたちが相当手こずったらしいわ。いつどのようにしてあなたがそうなったのかはわからない。でも私は信じている。母様と私を抱きしめてくれたあなたのぬくもりを。だからこの戦いで証明してみせる。それが嘘でも幻でもなかったことを。しつこいぞアリサジュ。ならば私はその未練。その未練を。
完膚なきまでに叩き潰すことで証明してみせよ、我が偉大なる主の正しさを。最初閣下、いや獅子神皇帝、いやイシメルガ様の絶対性を。これが最後だ、アルバレア家次期当主ユーシス。人としての私に挑める最後の機会、その剣と共に全力をぶつけるがいい。それってまさかこの大馬鹿野郎が。その身に絶望を刻むがいい。見せてみよう、そなたたちの全てを。私の番です。サーチモード起動。詳細情報。いいだろう。ひざまずけ。いや。後期。やり。はい。くらえ。私の番です。行くぞ。行くぞ。うなれ。螺旋撃。崩れた。そこだ。やあ。私の番ね。貫け。ロゼッターロー、今だわ。全力します。行け、刀つくの。フフフフ、いいだろう、ひざまずけ。いや、今だ。一度、二、わかった。はっ、だがここまでだ。私の番です。ブリューナク起動、召喚。今です。おいしょ、聖なる剣を。はっ、くらえ。行くぞ。悪くない、もっと見せてみたまえ。行くぞ。私の番です。ブリューナク起動、召喚。今です。おいしょ。任せるがいい、ひざまずけ。いやー、後期。行くぞ。うなれ。うおー、螺旋撃。今だ。そこだ。行きます。
覚悟はいいかな。私の番ね。光よ、受け取って。みんな、さあ本気で行くぞ。その身に刻むがいい。アグリオス・キャリバー。頑張って。助かります。さてと、回復します。ありがとう。アレティエムヒール礼は言おう。マイル、シェー、行くぞ。うまい。うおー、ラスイング、崩れた。任せるがいい。ひざまずけ。いや、今だ。やり、任せてちょうだい。行くわよ。はい。私の番です。礼は言おう。光よ、ダン。俺の番だな。うなる。うおー、ラスイング、今だ。ええ、貫け、ロゼッターロン。チャンスよ。今だ。今です。もう一回、俺の番だな。うなる。うおー、ラスイング。なるほどな。負けられない。みんなのためにも。よし、掴んだ。各種ステータス。やっ、ま、こんな。わ、なったか。総国が始まります。なんだか様子が。私は、僕は。父様。アリス様、どうしてこれは。すげえ。私はイシベルガ様の忠実なるしもべ、黒のアルベリヒだ。貴様は必要ない。フランツ・ライフォルト。と、様。そうか、ひょっとしたら。ここへ来て主人の支配が薄れたということだろう。いよいよ最後に向けて黒も、いや閣下も本気となったらしい。行くぞ、金の騎士エルブラド。承知。灰の騎士バリバール。キナ、青の騎士オルディーネ。おお、
これより絶対存在に挑むための最終手前の第五総国を始める。この一戦に勝てば私は五鬼の力とともにミリアム君の剣をもらい受けよう。そして人の性を捨てて屈者の身となるつもりだ。やっぱりクソが。その上で偉大なる父に挑み必ずや乗り越えて証明してみせる。不義の子として生まれながらもてはやされた欺瞞を超えて私が私として世に生まれいでた意味を。リーン頼む。ああ任せてくれ。決するとしよう。すべてを。行くぞ。セン。俺の番だな。そこだ。突き上げだ。僕の番だな。俺の番だな。新規発動。僕の番だな。はっ。そこだ。もらった。私の番です。
行くぞ。みんな一気に決めるぞ。マイル、そこだ。右手、セイ、
俺の番だな。あなたの負けだ、兄上。金の力に銀の翼、要塞からの加護も受けていた。リーン君たちの勝ち目はおそらく1割を切っていたはずだ。ユーシス、7組の諸君、私の敗因は何だったと思う？人に、絆に頼らなかったからでしょう。うん、いろいろとあると思うけど、結局はそこだよね。ルーファスって結局、誰も頼らなかったみたいだし。虚ろな公爵家においても、あなたとユーシスの絆は本物だったはず。それにもかかわらず、弟に一切話さず、貴族を裏切る茨の道を一人選んだ。かと思えば、他の鉄血の子供にも頼らずに、全てを自分一人で進めた。総督府の職員も言っていましたよ。閣下はあまりに完璧すぎると。でもそれって、健全じゃない気がします。あなたは、クロスベル市民の不満を巧妙にコントロールしてたけど、あのやり方じゃ、その場はしのげてもちゃんとした未来に続かないというか。ええ、欺瞞による市民のストレス、もしくは抑圧による後からの反動。完璧だからこそ、あまりに才がありすぎたゆえの資格といいますか。てめえが言うと説得力があるな。いずれにしても一人では限界があると思います。ええ、オリバルト殿下なんかまさに逆を言ってるんじゃない？確かにそうですね。なるほど、グーの根も出ないとはこのことか。7組の立ち上げ時に理事だったことを誇りに思うよ。私が気を失ったら、小庭園に変化が現れるだろう。それこそが、要塞中枢への道。まずは魔人が待ち受けているはずだ。厳しいとは思うが、
なんとか乗り越えてみせるといい。総国も終わりか。しかし傑作だな。結局私は偽物。本物の息子たちにはかなわないか。あとは任せて休んでください、兄上。ですがその前に一発殴らせてもらいます。